こんにちは、ざわざわジャポンです。映画7は2005年9月に公開されました。こちらの原作は矢沢愛さんの漫画となっており、少女漫画雑誌クッキーにて2000年7月号から連載されており、2009年8月号からは作者療養のため休載していますが、累計発行部数は5000万部を記録しています。観客動員数は300万人を突破し、当時は社会現象を起こす大ヒットとなりました。主役の中島美嘉さんが歌った主題歌グラマラススカイは原作者の矢沢愛さんが作詞、ラルク・アンシールのハイドさんが初の楽曲提供ということで話題になり、オリコン週間チャートで2週連続1位を記録し大ヒットとなりました。また2006年12月には2作目の映画7 2も公開されました。そこで今回は映画7と7 2の出演者の現在について見ていきたいと思います。キャラの説明は原作に沿った説明となっており、若干のネタバレを含んでおりますので、視聴にはご注意ください。大崎奈々、中島美嘉、バンドブラックストーンズのメインボーカリスト、二の腕に蓮のタトゥーを持つ、セブンスターを愛演している、小松奈々と上京する新幹線の中で偶然知り合い、その後ひょんなことからルームメイトになる。母親は4歳の時に蒸発し、父親は全く知らない。育ててくれた祖母も高校を退学して間もない15歳の時に死去しており、天涯孤独である。中島美嘉さんは2001年にドラマ傷だらけのラブソングのヒロインとして抜擢され女優デビューし、また作中の主題歌スターズをリリースし歌手デビューしました。翌年には数々の音楽新人賞を受賞し、紅白歌合戦にも出場を果たしました。現在も女優歌手として活動しています。小松奈々、宮崎葵。共同生活初日に奈々から、妙に懐っこくて従順なんだけどすっげー世話がかかる犬みたいという発言からハチと呼ばれ始め、以来奈々と区別するためにブラストのメンバーやレンなどからはハチもしくはハチ子と呼ばれることが当たり前のようになる。奈々とは違い、一般家庭のもと3人姉妹の次女で県内の普通レベルの女子高卒と普通の生い立ちである。宮崎葵さんは4歳の時に子役デビューしました。2002年には以前当チャンネルでも紹介した携帯デカ銭形愛で連続テレビドラマに初主演しました。7では中島美嘉さんとダブル主演を務め、ブレイクのきっかけとなりました。また7 2では市川由衣さんが小松菜奈役を演じました。市川由衣さんはデビュー当初はグラビアアイドルとして活動していましたが、2003年に事務所を移籍してからは女優業に専念することになりました。7 2は代表作の一つにもなりました。2015年には俳優の戸次重幸さんと入籍したことを発表しました。高木康史、丸山智美。ブラストのリーダーでドラム担当、奈々の保護者代わりでもある、通称ヤス。スキンヘッドにサングラスという凄みを感じさせる要望とは裏腹に、非常に懐が深い性格で周囲からの信頼も厚い。自分が心を許した相手を非常に大切にし、自分と相手との関係性にはこだわらない。丸山智美さんは1993年に芸能界入りし、モデルを務めていました。2003年に JT の広告が奈々の大谷健太郎監督の目に留まり、奈々の安役に抜擢され話題になりました。現在も俳優として活動しています。寺島信夫、成宮博樹。ブラストのギタリスト、中学校に入ってすぐ蓮の演奏に感銘を受けて軽音部に入部するが、バンド活動に熱中しすぎて勉強をおろそかにしすぎたため、激怒した父親からギターを没収されてしまう。高校入学と同時に奈々と出会い、孤独に生きてきた彼女の生涯初の親友となる。成宮博樹さんは2000年に俳優デビューし、2002年に極戦に出演し注目を集めました。その後も数多くの作品に出演していましたが、2016年に週刊誌の誤報道をきっかけに芸能界から引退しています。本庄蓮、松田龍平。元ブラストのベース担当で、現在はトラネスのギターと作曲を担当、奈々の恋人。生後間もなく公安の倉庫で捨てられているところを発見され、ヤスと同じ施設で育った。性格は見かけによらず非常に穏やかで温厚。松田龍平さんは俳優の子松田優作さんと女優の松田美雪さんの長男で、弟には松田翔太さん、妹は松田優希さんと芸能一家で育ちました。1999年に俳優デビュー以来、現在も俳優として活動しています。また7 2では京信夫さんが本庄蓮を演じました。
京信夫さんは2002年に忍風戦隊ハリケンジャーに出演し話題になりました。現在もドラマ、映画、舞台で活動しており、2019年には一般女性と結婚したことを発表しました。岡崎真一、松山健一、ブラストのベーシスト、通称シン、生まれて間もなく母親が自殺して亡くなり、父からは邪険な扱いを受けるなど複雑な家庭に育つ。蓮に憧れており、ベースの弾き方は蓮に酷似している。バンド仲間で酒や麻雀が一番強い。松山健一さんは2002年に極戦第一シリーズで俳優デビューしました。7公開翌年の2006年には映画デスノートで L 役を演じ注目を浴びました。2011年には女優の小雪さんと結婚しており、現在も俳優として活動しています。また7-2では本郷奏多さんが岡崎真一を演じました。本郷奏多さんは新役を演じた際、ベースを全く演奏できなかったのですが、この作品をきっかけとしてベースもギターも弾けるようになったとのことです。さらにはこの作品をきっかけとしてビビアン・ウエストウッドのアイテムを多く愛用するようになりました。一ノ瀬匠、玉山哲司、トラネスのリーダーでありベース担当およびプロデューサーでもある。一般人からはトラネスのロン毛の人と言われることもしばしば。リーラとは幼馴染で、安谷直樹とも同じ中学の出身で、当時は番長として恐れられていた。玉山哲司さんは1999年に俳優デビューし、現在まで多くの作品に出演しています。最近ではネットフリックス配信のドラマ全裸監督にも出演し話題になりました。芹沢レイラ、伊藤由奈、トラネスのボーカリストで作詞担当でもある。高校時代安と付き合っていた。小中高と学校が同じだった幼馴染の匠に密かな恋心を抱いているが、匠にとってレイラは妹のような存在であり、その思いは未だ実っていない。伊藤由奈さんはハワイ出身で、2004年にナナのレイラ役に起用され来日し、その後日本に移住しました。現在は歌手として活動しており、映画出演はナナのみとなっています。自身が歌うエンドレスストーリートゥルースはナナの劇中歌にもなっていました。藤枝直樹、水谷桃介、中学時代に匠と知り合い、地味な青春を抜け出したいという理由からバンド活動を始め、後に正式なトラネスのドラマーとなる。バンドメンバーの中では人気があまりないせいか、トラネスの金髪の人と呼ばれる。水谷桃介さんは2002年にジュノンスーパーボーイコンテストへの出場をきっかけにデビューしました。多くのドラマ、映画に出演していましたが、30歳の誕生日に俳優を辞め芸能界を引退しました。現在は演技トレーナーとして活動しています。早乙女純子、野瀬杏奈、高校時代からのナナの親友、中学時代はヤンキーだったせいか誰にも物おじしない性格で相当なしっかり者。ナナに対して数々のきつい助言もするが、友人として支えにもなってくれる重要な存在。あまりに大人びているので、ナナにはおばさん呼ばわりされている。野瀬杏奈さんは3姉妹でモデル、女優として活動していましたが、2015年体調不良のため女優業を引退しました。ちなみに妹は女優でモデルのカリナさんになります。遠藤昌司、平岡優太、ナナの元彼、地元の専門学校でナナと出会い恋人になるが、ナナの上京後アルバイト先のファミリーレストランで幸子と出会う。ちょうどその頃はナナのわがままぶりに疲れていたこともあり、二股をかけた末幸子を選んだことでナナに捨てられた。平岡優太さんは2003年にドラマ「ライオン先生」で俳優デビューしました。ナナと同じく2005年に公開された映画「スイングガールズ」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。現在も俳優として活動しています。河村幸子、サエコ、庄司のバイトの後輩で美大の同級生。ナナと庄司がすれ違い始めた頃にバイト先の同僚になり急接近する。庄司に彼女がいると知っても諦めきれずに一緒にいようとしたことで庄司の心を捉え、二股の末に彼女になり変わった。サエコさんは女優として活動しており、2005年にドラゴン桜に出演し注目を集めました。2021年に放送されたドラゴン桜2にサプライズ出演し話題になりましたが、女優としての活動はこれで見納めだと思うとし、女優業からは事実上退きました。高倉京介、高山武久、純子の恋人、純子と同じ美大に通う。もともとは庄司の高校の同級生で、当時は同時に何人もの女に手を出すろくでなしだった。
ナナに対してかなり甘く、上京してからはナナの父親的存在。高山武久さんはナナで映画デビューしました。現在も俳優として活動しています。いかがでしたか？ナナの1作目は映画独自のものを目指していましたが、2作目は原作を再現することを意識して作られました。1作目はラルク・アンシエルのハイドさんが主題歌の作曲を担当していましたが、2作目はグレイの拓郎さんが担当し、ナナの劇中歌の多くも話題になりました。ナナは人気作で、映画だけでなくテレビアニメにもなっています。ナナが気になった方はぜひ見てみてくださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお待ちしております。